今回もね青の塔りやっていきたいなと思いますで今回も、えー、3枚だけあります3枚あるんでこのなんかスペース青鬼みたいなやつからいきますいきましょうさあ今回はどんな感じなのかわかんないですけどやっていきます、えー、宇宙飛行士用に宇宙飛行士用にか足跡を踏むとスピードダウンどういう原理ですかね分かりませんけどもで今回悪魔スキンでやっていきます あ、でも今回のさ、あの僕のペット、ペットがさ、土星なんですよね。だからなんか、あの、僕の故郷に帰ってきた、みたいな感じなんじゃないよかったね。それはよかった。やばいやばいやばん、バン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 。あ、ここで初めて到着したんだね。おめでとうう こんにちは、ウルです。今回もやっていきたいなぁと思います。で、さっき死んだように見えたのは多分気のせいだと思うので、えー、なかったことにしてこのままやっていきたいなぁと思います。で、上に行きましょう。やばいこれさ、足跡、どうにかこれ避ける方法ないんですかこれ。え、なんでこれ、え、避ける方法ないのこれ。なんか、ずーっとこれも踏むしかないのねぇ。やばいって。ここ通るところないしよう。ぬーぬーぬーんぬー,ー,ー,オ,ーオッケー。 え、でもなんかもう、ないんですけど。え、泣くね、ボタン。<laughs> やばい迫ってきてる迫ってきてる迫ってきてるお母さんお母さん助けてあ o オッケー僕なんかよくお母さんってね、あのー、やばい時言う癖があるんですけど、マザコンっていうわけではないです。なんかね、口癖。いや、お母さんにやばい時お母さんって言ってたわけじゃないんですけど、なんかお母さんって言っちゃう癖がもう、 小学生ぐらいからある。なんでなんだろう。OK。いきます。ネタです、ネタ。お、あ、ここ、実は通れる。スリムスリム体系行きました。スリムクラブもびっくり。OK。いきますあ。いや、通れるところなくねえ、え、もう、ないよないって待ってい待ってい ちょっと待ってい、ちょっと待ってい、この、だ、この悪魔結構イケメンだからさ、このイケメンだからあのちょっと、あ、惚れちゃったみたいな感じでちょっと見逃してくれるみたいな神転換ないですかねごめんなさい。ありがとう。ああ、ったんですよね、まあ。つあ左上、もう左上わかりました。左上ね、行きます。もうこのゲームで決める。今回のこのゲームで決めます。で、左上にあったことはもう分かったんで、左上をもう直通で行けます。直通もう、行きます。 こっちだったっけこっちにあった気がする。おっ、ん ?OK! ーーあったあった青にも。あれあれウルんどこに行ったんだろうってちょっと迷子になってるね。よしこの隙をつく見えた隙の糸行きます。んでも、牢屋牢屋ん逃げるところがどこにあるのか僕知らないんですけど、とりあえず上の方にあるってあのなんかウィキペディアに書いてあったような気もしなくもないので行きます。 いやほらね。Wikipedia がすべてなんですよ。Wikipedia 書いてる人ってどんな人なんだろうね。なんかすべての情報ある。お前2個あるんかい !2 個あるのは聞いてないよ待っていやああああ待って、いつもさ、食おうとか言うあの、そのクオっていうの嫌なんですよね、自分で。変えたい、ちょっと。この口癖嫌。もう絶対にここで決める。ここで、まず、あの、足跡を確実、足跡あ、ボタンを確実に見つける。 ボタンを確実に見つけ、このさ、青鬼のこの迷いのない僕への方向に向かってくるの何お前は未来が予測できるんかお前はよ。どこにおるかわかるんだったらもうそれはストーカーを GPS つけられてる。GPS をつけられてる。これさ、しかもほとんど足跡あるじゃん、これ。足跡さ、なんか、たまにしかないよみたいな感じだと思ってたのにさ、もうどこにでもあるんだったらもうそれはやばくないかいで、ここ、追いをなす存在のボタンね。OK。で、 どこに行ったらいいですかちょっと一周回って逃げよう。オッケー。オッケー。よっオッケー。で、あ、あ、いける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 。いけるぞいけるぞ本当にいけるよだって青に見えてないもん、青にもう僕がどこにいるか分かってないで、ね、バカだな、お前も。実はじ、実は 実は、もう、もうゴールに向かっていってるんですよね。青肉。ごめんね。もう僕、もう逃げちゃうよ。もう青肉も大好きな僕が逃げちゃって。残念、だね僕も逃げちゃうからね。オッケー。よし、やっとクリアできた。結構難しくなってるんですけど。てか、ボタンの場所を見つけるのが難しいわ。で、次のステージははい、7回。何青にかちょっとわかんないね。このまま、この状態だと。なんか浮き輪みたいなのつけてるように見えますけど。 なんだろう。エンジェル鬼あ、あ、いや、ごめん、よ読むの忘れた。穴の、穴の上を飛んで追ってくるぞ。どういう状況え、でもさ、エンジェル青鬼だったらさ、あのさ、僕、今、悪魔なんで、なんかまあ、それも。やばい奴がいるえ、でも今回、スピードが、あれなんで、いけると思う。なんなら一発で。待って、ゲート多くない 穴の上を飛んでってどういうことちょっと待ってなんかすっごいハートが多いな、これ。な、なんならこのステージのエリア全部ハート型なんじゃないこれ。青になんかその絶妙な距離の詰め方やめて恋下手くそかお前はもっとガッツで恋バカボタンあ、あったわ。あれ、あれ,あ,れあのボタン押したボタンだっけいや、押してない。 このボタンだ待ってお前さいや、バカだな、お前は。こっちにも、追をなす存在だからね、大体追なしてる。あ、まあ、全然違いますけど、全然違うところにありましたけど。ははははは。うう危ない危ない危ないなんかもう、このゲームやってたら話す暇ないな、ちょっと。青の、塔の、塔のやつ、話したいこと今日いっぱいなんか持ってきたのでここだったわ。話したいこと持ってきたんですけど。 話す時間がない話す時間がないうおー陸上部もびっくりオッケー陸上部も顔負けだね。なんか青銭めっちゃもらえてる気がする。7回簡単だった。オッケーつ気持ち悪い。一つ目は鬼が現れたぞ。催眠術で混乱させられたぞ。させられたぞあ 今からもうすでに混乱されてんのもうすでに混乱そんなバカなもうすでに知り合いみたいな。よ、お前久しぶりーみたいな状況でなんかもう混乱にさせられてる。本当だなんでだよなんで混乱させられてんだお前。なんでびっくりした。待って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 化け物いる化け物いるば、いや、まじで操作むずい何が反転じゃボケーおいえ、でも一個しかないんじゃない もしかして。あれ一個しかないんだったら僕余裕のよっちゃいんいかまるフェスティバルフィーバーなんだけど。オッケー。あれ本当に一個しか。よいっす。え、ないもんだって。広くないいや、あるわ。むずい逆操作マジでむずいあー、もう一個ありそうだな、これ。 てか全然なんか、めちゃめちゃ余裕なんですけど、これ。だって、操作逆転してるだけだから、使う方向変えるだけっしょあれ, <laughs> あれめっちゃ簡単でした。はい、とりあえずここまで来ました。で、いっぱいなんか、 あ違う。いっぱいなんかこう報酬ももらえるんで報酬もらってって、なんか次スナイパーみたいな感じの格好してますけど、いや、なんだろう、吸血鬼わかんないけど、とりあえずここまで来ましたね。で、今回チケットがなくて、もうやることないんですけど、ちょっとね、これだけじゃ物足りないので、青逃げ V でもやりますかね。 さあ、やっていきましょう。うわ、なんかさっき混乱のやつやってたから、なんか普通のソースが逆になんか変みたいな感じに感じるね。で、今回話したいことあったんですけど、話したいこと、ちょっと言っていいですか今日ね、あの、日曜じゃないですか。で、休みだったんですけど、 あの、最近友達と夜遅くまであのゲームすることが多くて、それもポケモンユナイト配信されてたじゃないですか。で、ポケモンユナイト昨日でね、なんかベータ版、体験版だったんで、あのもう遊べなくなったんですよね。7月の配信まで、あの、正式リリース、ソフトが発売されるまで。で、まあ夜中までずっとやってたと。で、3時、4時ぐらいまでやってたんですよね夜。夜中、夜中、まあ朝だけどね。そしたら、もうクソ眠くて、もう寝たんですよ。で、 今日起きたら、い 一番最初の目覚ましも何もかけてなかったんですけど、一番最初は2時に起きたんですよ。14時ね、昼の。で、うわーってなって、もう1日無駄にしたーってなって、で、その後、あ、まあちょっと眠いから、まあまあ仮眠するかってもこの時点でおかしいんですよ。14時まで寝てんのに、14時まで寝てんのに、もうその時点で10時間寝てるのに、眠くなる時点で頭いかれてるんですけど、そこで眠くなって、あまたちょっとだけ仮眠するか30分ぐらいと思って目覚めたら9時、21時、もう終わったもん。 もう僕の人生終わりもこんな休みの日をこんなこんな無駄なあもう最悪ですねでいるじゃないですかなんかたまにさ「いや俺今日2時間しか寝てねえ」みたいなでも僕なんかそう思われてるかなって今思うんですけど俺2時間しか寝てねえんだーみたいな感じの人がと思われてるかもしれないですけど言わせてくださいもうそんなわけあるか時間の無駄じゃボケ何がじゃお前ふざけとんかあペンペンオッケー もう最悪だ、もう。もう、もう、絶望、もう泣きたいで、なんか、チェーンソーマン知ってます漫画の。で、チェーンソーマンの PV が公開されてたんですよね。で、その PV 見たね。もう、びっくり、もう。嘘。ちょっと待って。やばい。OK? もうねマジで泣きそうもうチェーンソーマンマジでかっこよかったねマッパ制作会社あの「進撃の巨人」と「呪術廻戦」と同じ制作会社に、ね、もう最高もう早く見い。あれいつから始まるんですかね僕全然情報見てないんですけどチェーンソーマンは漫画全部読んでますねいつか始まるんだろうすっげえ楽しみそれを言いたかっただけですそれじゃあバイ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 チャンネル登録をめちゃんこしてほしい